俺、浪人してるときさ、毎年東大の合格発表前日に、灘の仲いい友達と、合格発表の日の朝6時までツイキャスして、で、寝て合格発表見るっていうのが定番やってさ。で、現役のとき2人とも落ちて、で、一浪のとき俺だけ受かって、で、その友達が二浪して、二浪した時に友達も結局受かって、だから3年連続やったんやけど、そのツイキャス。それな、多分、アベレージ10人ぐらいしか見てなかったから。だから全然大丈夫。